どうも、調子ティーミーおもちゃです。ブラックです。ということで、今回はですね、ウィニングレバブル2020やっていこうと思うんですが、今回は、月間ガチスカ紹介ということで、もう2月に入りましたけれども、1月編ということでですね、1月に、まあ、おもちゃ TV4 つアカウントあるんですけど、4つのアカウント使ったガチスカですね、結構ね、コメントいただくんですよ。ガチスカ紹介してくださいっていうコメントいただくんで、うん、ただおもちゃ TV の場合4つあるんですよね。ガチスカの定義とはみたいな感じですね。そうそうそう。まあ、だから、1個1個、まあ、その1月でよく使ったスカットというか、あ、これをその監督中心に、はい、まあ、レートこのアカウントで上げてったなっていうのが各そのアカウントで、はい、あるんで、まあ、そちらの方を今回その1月編という形で4つ、はい、紹介していこうということで、はい、まあ、まずは本若からね、紹介ということで、本若でまあそのレート上げの時に結構やっぱ一番使ったのはシミオネ、はい、監督はもうバルブエナですね。2月とかになってまたちょっと違う監督とか使ってるんで、そこら辺も紹介できればなと思ってるんですけど、まあ1月の時はねシメオネが多かったよということで、こういう布陣、はい、でメンバーなんですけど、今便利な機能ついてるのこうやって見れるんですけど、うん、主にこういった感じで、まあ、見るとやっぱりドゥクレまず中盤にいるんですけど、うん、ドゥクレでかかったね、ゲットできたの。この選手はやっぱ結構使ったかな。そんなに別に早く出てきたわけじゃないけど、先週かな。そうだけど、うん、やっぱ入ってきてだいぶお世話になった。一週さライブアップデーがなかった時期だったよ、そのまま次の週も持ち越しですみたいな。だから2週ぐらいドゥクレ使ったかな。そうだね、ドゥクレはだいぶやっぱ強いというか、ね、強いす、小型ビエラじゃないですけど、そうあとは目当新しいところでジェズス、あー、ジズスね、この選手もすごい当たったことによって、やっぱりジズスでかかったね、当たったの。そう、めちゃくちゃでかくて、でベンチにラッシュフォードなんですけど、これ投票にしちゃったんですけど、俺 CS ずっと使ってたのに投票がねワンタッチシュートついたんで投票に乗り換えてたんですけど、ジズスが来る前はここにラッシュを使って、まあ、ベンチにロナウドとか、あとそれこそおもちゃ TV でモラタとかね、だから通常モラタとかね、そう、だからこのね、そのジェズスとラッシュフォードがやっぱり加入したっていうのがでかいっすね。結構その本若の大幅な戦力強化、そうで、サラーもねちゃっかりその今までずっと青の通常を、ね、使ってたんですけど、ファンズチョイスでなんとゲットしてという、金かければ誰でもゲットできるんで、はい、この1月の月間ガチスカの本若、はい、見てやっぱ足りないなと思うのはこのバリオのところですね。そう、アンカーがこれ依然としてアンカー不足、ファビーニョぐらいしかフォワードまだ引けてなくてっていうところで、まあ、しょうがなくバリオス、うん、青をまあ入れてるというか感じ。あとは通常だとルーベンとか、ルーベンは結構ね調子がいい週あったりと、あとねコーン7なんですよね。ルーベンも FP いるんだけどね。そう FP いるんだけど、あのコーン7なんで結構俺本当にルーベンディアスをよく使ってたし、あと足速いしアグレッシブス高いしっていう。そうだね、左サイドバック言うとやっぱマルディーニがお気に入りだったかなと、うん、でベンチ見てもらえれば分かるんですけど、あのベッケンバーはですね1月登場した。そうベッケンバーもかなりお世話になったね。ここは本当にあの OMF でも使えますし、センターバックでもいけるし、あの DMF バリオスのところもいけたりとか、まあ、中盤もいけちゃうからね。そう何でもできちゃう、何でもできちゃうなので、ベッケンバワーとあのマルディーニ、ここの後半8のレジェンドとかなり偉大、万能ネギだったかなといった感じで、ゾブニーもよく使ってましたね。そうゾブニーもなんだかんだよく使ったかなといっていう感じで、これがね、まあ、本若のガチスカットということで、はい、続いてクライフワーカー2代目いきましょう。はい、はい、ということでこちらですね、おもちゃのクライフワーカー、まあ、選手紹介するときは結構最近こっちが多いかな。クライフワーカーはクロップ、ゲールノートツアイツラーのこれで、ね、ディフェンシブ使ってました結構。なるほど。で、まあ、メンバーこんな感じで、まあ、見てもらえればね本当にあの本若とは全然違うメンバーみたいな。ていうかやばいもんね、 FP のさ独占率すごい。でビエラが兄さんね、いるんだね。でこっちのアカウントでも、まあ、そのさっき紹介したベッケンバーは、ベッケンバーはね当たってるんですか。いや当たってないんです。あこっちは持ってないんだ。これ ね70円ぐらいしたのリアルに出なかったの。あーマジでそういうのもあると、マジで来なかったんですよ。まあ、守備のねこのメンツ、まあ、俺のお気に入りマグワイア、ね、マグワイアもいるし、あと冨安かなりお世話だったよね。トミーね、もうこっちのアカウントトミーめっちゃ好きなの。あのやっぱ冨安すげえガチスカなんすよ。余裕ガチスカ で、うん、であとはフェルナンジーニョと、あとねジェリンスキーと、まあ、ナインゴランはちょっと嬉しいなっていう思い。ナインゴランはねまだ新しいんですけど、やっぱりねこれ使ったら一番しっくりくる。バカ強いよマジでっていう、間違いね。そうで前線はやっぱり3トップで、あの動画も出してるんですけど、ケイン、ね、やっぱ今ハマってて3トップだとケインかな。であとはあのソンさん、やっぱ左ウィンガー、これ投票じゃなくてね、なんだっけ、これ週刊だっけな、うん、これあこれあれだ、週刊一応多分能力値多分一番強いと思うんですけど、ソンさん使ってるといったか、今サラーもあのこれ投票じゃなくて普通に当たった、もうすごい極上品が並んでるんですよ、ね、極上品が並んでる。でベンチに目見てほしいんですけど、まあ、リシャルイとかはあれで投票なんですけど、あのラウタロとかね
あの使ってたりとか、あとアランね、アランの FP がいるんすよ、FP がねいるんすよここに。だからそのアランの FP とかがいるからこそ、やっぱりその中盤の強度が、はい、まあ、ちょっとクロップって薄いというか、そのなかなか頑張ってもらえないといけない、はい、そこにやっぱり中盤のスパサブとしてこのアランの FP がドンと構えてるんで、その意味でもやっぱ433でも逆にやりやすかったっていう、はい、でやっぱ優秀なアンカーが2人、マンチェスターシティの方からバッチリロドリアドリ、ロドリとフェルナンジーニョですね。このやっぱり2人を、まあ、その入れといてスカット の、 そのアンカーの部分、はい、かなり安定するかなというところで、こちらは、クロップでね本当に結構やった試合、ガチスカ、そうです、ね、1月にはなるのかという感じですね、はい、じゃ続いて、ブラックオモチャーカーのロナウジーニョ赤ですね、いきましょう。3つ目の赤ということで、ブラックオモチャーカーロナウジーニョ赤ですね。こっちのアカウントは、フェルナン・サントスかな、サントスなんだね。基本的にいつもフレームやるときとかも、はい、まあ、フェルサン使って、まあ、3トップとかたまに使ったりとかもするけど、基本的にはフェルサン、フェルサンだよね、使ってて、まあ、大体1月活躍したメンツ、はい、こんな感じ。キーパーアリスン、このアリスンはね、俺めちゃめちゃ信じてる、一番キーパーの中で。俺ね、アリスン最近めっちゃなの、リバプールめちゃめちゃ調子いいけど、はい、アリソンのおかげでしょ。そうだよね、俺は思ってる、うん、っていうことぐらいやっぱアリソン信じてるということで、あとねベンチまで見せますとこんな感じ、いいな、かなりね、あのラッシュもまあ習慣なんですよ、はい、習慣のラッシュはまあいいかなと。これさ、あの一つ言っていい、ベンチぐちゃぐちゃだな並べ方、あのガチガチ書いてるからセンターで、あ、でも俺的に一応ねこれ並び方あんの、あるの、あの CB が、はい、要するにこのベッケンバウアーが何でもできるところじゃん。あ、なるほどなるほど、だからこれはまずその、はいはいはい、余りポイントなので、 DMF なの、あ、なるほど、で中盤でウィングなの、あ、なるほど、だからそういう風に俺並べるタイプ個性強っ。多分ね1月どの週もそうなんだけど、はい、あのフェルナンジーニョとバリオス、あ、使ってたね、これはね、あの絶対に絶対でしたね、入れてた、うん、てかね、そんなに別に要するに D とかにもならないんだけど、結構 C の州が多い、多かったね、バリオスとか、うん、なんだけどこれね両方入れるとね、ほぼほぼどっちも下にはならない、まあ、その、そうだよな、あのどっちか普通か、だって7だもんな、そう、好調かみたいな、うん、バリオスは6なんだけど、はい、っていうのがあるんで、まあいい。でこれ最悪ポシャったら、まあ、それこそベッケンバウアーとかビエラとか、なるほど、が入るんで問題ないよっていう感じ でその他にはやっぱり OMF だと、まあ、クライフ、まあ、この OMF が結構なんかそんなになんつうの2列目がなかなか難しいんだけど、結構今最近お気に入りなのがこの CMF にいるペレグリーニ、これ強いね、このペレグリーニが俺の中ではもう大の今お気に入りで、ここ C？ でこいつ B なんだけど、あ、そうなんだ、結構ね各週でね、先週は D だったかな、なるほどね、なんかね、まあ、若者だから、若者ね、あのちょっといろいろあるんですけど若者言うと23でかいんですよ、186あって、はい、結構この能力とかも結構いい感じで、逆回生の頻度もいいし、2列目からの飛び出しだから、俺これ見るとさ、言っていいかな、ミリンコビッチ・サビッチよく見たんだけどね、そうミリンコビッチ・サビッチも使ってたんだけど、うん、俺的にはねこっちはしっかり来てる、こっちの方がちょっと、まあミリンコビッチもいるよ、ミリンコビッチもミリンコビッチもいるんです、あ、いるんだけど、今週なんか俺がすごい感動したのはペッティング、1月感動したのは感じ、あと CMA はトニクロとか結構使ってたかな、あ、クロスもね、そう強いっすから、めちゃくちゃお気にはね、やっぱルーベン、これやばいよ、ルーベンは本当最近来たんですけど、本当に大好き、中盤のお守りとしてカンテは入れてる、カンテとビエラの時マジかてえから本当俺が本当こいつだけ絶対ボール取りてってた時はもうカンテの、なるほどね、はい、といった感じで最後4つ目のアカウントですね、まあ、こっちが実質めちゃくちゃ引きがいいと、一番いいね言った感じなんですけど、あのこちらね、ニコ・コバチ監督、第4の赤ですね、結構これよく使ってる、こればっかでしたね、うん、感じで、はい、まあメンツがやっぱね一番いいのは間違いない、やっぱロナウドがね、ロナウド代表ね、あのいるんで、はい、どうしてもこのアカウントは、まあ、ガチスカっていう感じで組んだ時にやっぱりロナウドが中心になってきちゃうかなっていうところで、はい、ロナウドかロナウドじゃないかみたいな感じになっちゃうん で、 そうですね、であとねこのアカウントでギンターね、うん、あのめちゃくちゃいいんですよ、コマ7って、ギンターいいね、そう、もう絶対入れる、でもバリオスとかいいって、あとキミッヒがこの監督の前 3CB で右だけインナーラップサイドバックみたいなの出てて、確かにフィジカル面は心配なんだけど、この4141のミキサーズバックに結構合うんで、うん、キミヒア入れてたり、あとねキーパーね、やっぱこっちエデストモライス、ファーストキーパー使ってたりとかでね、お気に入りなのはねロベルト・フィルミーノの、あのこの FP、 フィルミーノの FP マジで強い、ね、これがねマジで強い、大体 C だったら入れてる、絶対入れちゃう感じのフィルミーノの FP、 はい、あのやっぱこのアカウントでしかフィルミーノの FP とか、あのねこの4つ目のアカウントって結構4つ目のアカウントでしか持ってない選手がいて、そう
それもギンターだったりだとかロメルフィルミノとかロナウドもロナウドとかなんですけど、はい、やっぱそういうのは必ず入ってくる。大体、ね、まあ、C 以上だったら、はい、入れてるのかなっていう感じ。フィルミノなんてもう2列目だからね、めちゃくちゃ。あとね、左 CMF でジアシュね。あ、ジアシュね、これもねお気に入りなのよ。ジアシュとか紹介動画をね、そう上がってますね。そこでもね見てみてほしいなと思うんですけど、はい、ベンチはもうまずジェズス、うん、こう習慣のジェズス、ね、最強ね、最強ジェズス でクライフィーってカンって抜けちゃう。でもう AFP アランもで、ベッケンバーはいて、でね、バランがまあ一応控えてて、一人はコスト調整で、まあ、白い選手、コストが低い選手をまあ入れてコスト調整してると、まあ、こういった感じで4つ目なんか、まあ、大体こんな感じの、うん、メンバー選考になってたかなというところで、まあ、今4つね、おもちゃ TV で、まあ、あともう1個アカウントあるんですけど、でまだそんなに指導してないといった感じなんですけれども、うん、まあ、4つの中で、まあ、1月のここ指導してきて、2月とかも多分結構また監督とか、まあ、メンツとかメンツによって結構変わるのかなっていう感じで、そろそろね、そのシミオネとかサントスっていうのも、はい、まあ、またちょっと変わってくる兆しがありそうなんで、ね、まあ、2月もね、またこういったガチスカ、そう、月間で紹介できればなというふうに思うんで、はい、もしね、そういうのまた見たいよって方はですね、はい、ぜひチャンネル登録と高評価してもらえるとありがたいです。そしたら、さよなら。